ヨハネス・ハルトマン、ヨハネス・フランツ・ハルトマンは、ドイツ出身の天文学者。エアフルトに生まれた。チュービンゲン、ベルリン、ライプツヒで学び1891年に博士号を得た。1893年に、クフナー天文台の女子となり、1894年に、ライプツヒに戻り、1896年から、ポツダム天体物理天文台に、勤務。 1902年に教授となった。主に構成の文工学的研究を行い、1904年に連星であるオリオンザ・デルタ製のドップラー効果の観測中にカルシウムの静止線を観測し、生還物質の存在を示した。1909年から1921年までゲッティンゲン大学の教授と天文台長を務めた。 1921年からはより良い観測条件を求めてアルゼンチンに渡りラプラタ天文台の所長を務めた。1934年にゲッティンゲンに戻り2年後に没した。アルゼンチンで3個の小惑星を発見した。アンゲリカは彼の妻の名エルフォールディアは彼の記事エアフルトのラテン語名に由来する。月の裏側にある ハルトマンクレーターは彼にちなんで命名された。小惑星ハルトマンも彼の名前にちなんでいる。ありがとうございます。